数派のサンドアの MT のみという設定ながら、いや、それだからこそという面もあったのだろう。熱狂的なファンに支えられてきたルノー、メガーヌ・ガール・エスが生まれ変わった。しかもボディは久々に登場のゴドアに一本化され、トランスミッションは2ペダルの DCT になっての登場である。実際に走らせてみても、まずは乗り心地の良さに驚かされることになる。ハイドロリックコンプレッションコントロール 4HCC と呼ばれるセカンダリーダンパー付きのサスペンションの恩恵でもあるのだろうか。スポーツモードに切り替えてもガチガチに硬くなるようなことはなく快適。もしかしたらメガーヌ GT よりもしなやかなぐらいかもしれない。合格とついにナンパになってしまったのかと嘆く人もあるいはいるかもしれないが、そこはルノースポールの仕事。ワインディングロードに持ち込めばこれまで以上の刺激性で応えてくれる。なのはコーナリング性能だ。新型メガーヌルノースポールは凄まじい勢いでよく曲がり、しかも恐ろしいほどの安定感を披露する。ワインディングロードくらいではタイヤを鳴らすことも難しい。このセンディング道とは思えないほどの曲がり方自体は先代の後期モデルと似たところがあるが、従来はそれがリアの不安定さと引き換えだったのに対して、新型は4コントロールと呼ばれる四輪操舵機構と 4HCC によって高いスタビリティとともに実現しているのが大きな違い。レースモードにセットすると後輪は 100kmh まで前輪とは逆位相に、しかも最大 2.7 度も切れるから、そら恐ろしいほどの勢いでコーナーのイン側に切り込んでいける。そのコーナリングの速さ、安定感のせいだろうか。従来の 2.0 リットルから 1.8 リットルへと排気量が変更された新しいターボエンジンは、絶対的には速いのだろうけれど、そこまで迫力を感じさせないのが意外だった。しかし DCT の変速スピードは、やはり鮮烈。特にレースモードでのそれは電光石火で、変速だけで快感と思えるほどだ。残念なのは、せっかくコラム固定とされたシフトパドルの剛性感が低く、マニュアル操作するとなんだか歯切れが悪く感じられてしまうこと。パドル面積が小さいこともあり、これなら車任せにした方がいいかなという気にさせられてしまう。それも含めて車自体が猛烈に速く、その速さは刺激的ではあるのだけれど、ドライバーはそのオペレーターか何かのような気もしてしまうのは事実。タイム狙いならそれが正解でも、楽しむためのマシンとしては、
もう少しドライバーの工夫の余地を残しておいてくれてもよかったかも、と下手だけど走るのが大好きな筆者などは思ってしまう。まあ、それだけ完成されているという話である。五つ星評価パッケージング、インテリア、居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、しました安久。1972年神奈川県生まれ。走行性能だけに止まらない。車を取り巻くあらゆる事象を守備範囲に自動車専門誌、一般誌、ファッション誌、ウェブなど様々なメディアを舞台に活動。2017から2018日本カーオブザイヤー選考委員。自動運転技術、電動モビリティを専門的に扱うサイト、サステナ、http://sustaina.me を主催する。近著は2018年版。間違いだらけの車選び草をも